お名前は。え、なんてお呼びしたらよろしいのかしら。天城と言います。天城様。楓さん、ずいぶん悠長に調査してくれてるようだな。ここは。お帰りなさい。ただいま。寝過ごした。さあ、そろそろお休みなさいな。明日も早いのでしょ。桂木楓と申します。